皆様どうもはじめまして、川崎モータースエンタープライズ藤原克明です。私はですね今、マーケティング部長 と、レーシングティームマネージャーをやってます。はい、レーシングライダーをする前はですね、レーシングライダーを22年間プロとしてやっておりました。13年間にわたる世界選手権と、4年間のアジア選手権、をやっておりました。で今でいう MotoGP500 and the World Superbike and the World Supersport、 これに13年間世界選手権いました。ですね、2014年に現役をプロのライダーを終わりまして、2015年から、15、16、17、18、4年間レーシングコーチしてました。これはですね、自分ではちょっとわからないライディング、サスペンションセットアップ、バイクのセットアップ、そして私たちはメーカーの川崎のメーカーのライダーですからね。で特にその海外選手を面倒を見てましたんで、日本人との会社のやり仕事のやり方で、なぜ私たちはレースをするのか、これはマーケティングの一つの仕事であり、特に、私がいた時はマレーシア、インドネシア、ここはですね、アジアの中でも売り上げを上げるためのレースチームをレベルアップさせるための意味合いがありました。昨年まで使ったダンロップタイヤを、ちょっとピリリンは変えたという原因もあるんですけども、ここはねなんですけど、そのレーシングチーム全体の働き方、レースに取り組むちょっと方針を少し変えてみました。でこれは、ティンノートが、他にもライバルが少なかったということもあって、いろんなセットアップでも勝てたんですね。前はこのセットアップっていうのがすごい重要で、私たちのレースは日曜日の夕方4時半からスタートするんですね。そしてライダーっていうのはチームもメカニックもみんなそうですけど、昼間の暑い時間のフリープラクティスをやってしまうと、そこでセットアップを変えてしまうと、そのタイヤがスピニングする、止まらない、曲がらない、セットアップを変更します。そこで変更したものを4時にテストしても全然意味がないのね。なのでその4時にターゲットを絞って、なるべくそこにセットアップを合わせるようにチームと相談しながら考えたり、でやっぱりライダーもやっぱりラップタイムがね欲しいので、でも路面温度が 50°C もラップタイムは来ない、絶対来ないので、その時にセットアップしてしまうとミスをしてしまう。でそれをみんな集めてミーティングして、いやこの時間はもう練習トレーニングだとやって、夕方4時にここでタイムアタックをする、でそういう流れで来てるので、今まで CK がダメだったでしょ、はっきり言って。でも今 CK も上がってきました。そして最終戦は CK 優勝しました。っていうのはそのチームの流れ、働き方がすごくみんな同じ方向を向いてるってこと。だから私の目標はですね、そのティンノート、CK とともにアジアでも絶対に優勝するメンバーで、アジアからさらに世界でも活躍できるライダーに育てたいなと。今の状態で言えば、私たちはタイ国内選手権のタイトルを4年連続取ります。来年何ですか、チャンピオン以外ありません。そんなに簡単ではないと思うんだけども、もう一回今年のダメだった部分を反省して、で来年に向けたちょっと新しいまたチーム作りで、ライダートレーニングもろもろまた考えたいと思います。これをこのね ZX10RR はね、一言で言うと川崎の人間が言うのはなんか難しいけど、すごくいいバイク、一旦に言うとね。それはね、なぜかというと、ワールドスーパーバイクにしてもアジアチャンピオンシップにしても
そのレーシング用のバイクで作られているもの にしてます。でそのデータがフィードバック市販車にされてます。なんですけどレースってねアグレッシブに見えるでしょ。すんごいアグレッシブに見えて誰も乗りづらいようなバイクでしょ。一番乗りやすいのはワールドスーパーバイク MotoGP のバイクが一番乗りやすい。それはなぜかというと200馬力以上のパワーをきれいにアクセルでこうギクシャクすることなく進めることができる。で簡単にブレーキで止めることができる。これってねレースで培ったデータを市販車にフィードバックしてるからなんです。だから ZXR10R 乗ったことない人はぜひ試乗してみてください。その良さがね本当に分かると思います。アクセル、ブレーキ、クラッチのミートでシフトチェンジのスムーズさ、トルク、パワー、街中でもね多分すごく乗って、おこのバイクすごいなって思うはず。あこれはですねスーパーチャージャー、この ZH2 が出る前に私はH2R を世界初ライドしました。でH2R の、まだテスト段階から一緒にスーパーチャージャーのエンジンを日本でテストしてました。スーパーチャージャーイコールなんかこうパワーがすごくいきなり速いイメージがあると思いますけど、これはスーパーチャージャーイコールエンジンパフォーマンスはすごくマイルド。マイルド。どのエンジンよりも一番こうガタガタがなくこうフラットにパワーが上がっていくんで、サーキットに乗ってても速さを感じないほど速い。これはねスーパーチャージャーっていうこの H2 のバイクっていうのは川崎重工業しか作れないバイクなんですね。それはなぜかというとモーターサイクルカンパニーで航空技術、タービン、この川崎重工業の会社のいろんなもののデータを組み合わせたバイクなので、これはねやっぱり世界に誇る川崎重工業のバイクだと思ってます。なので一度ぜひ H2 も乗ってみてください。はい、満を持してって言い方おかしいかもしれないですけど250の4気筒、これ全世界で注目を浴びております。250cc でありながらどっちかというとスーパースポーツのイメージ。状況によってはコントロールできるトラクションコントロールが3種でありますし、でクイックシフターアップダウンで、このラジアルマウントブレーキシステムでアップサイドのフロントフォーク、これね乗ったら分かるんだけど、これ 250cc なのかなみたいな、なんか排気量で言ったら 400cc 以上のパフォーマンスを持ってるんじゃないかなと。多分今だから言えるけど、これを日本でまだテストしてました。であそこのテレビにあるようにジョナサン・レイもテストしてますヨーロッパで。その時から情報をもらってました。みんなすごい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 アメージンだって。このねラジアルマウントとねこのフロントフォーク、ものすごいレベルの高いパフォーマンスを出します。ジョナサン・レイもね指1本でフロントブレーキ扱ってますけど、本当に指1本で街中もサーキットも本当に乗れる。それにこの4気筒の250のエンジン、マフラーをいろいろ変えたり、まあ、スタンダードでも1万6000以上は1万8000ぐらいまでは回りますけど、多分今のバイクでいうと1万9000回転ぐらいまでそのいろんなこうモディファイすると回転数が上がります。その時のね254気筒高サウンド音ね、多分これを今まで聞いたことない味わったことない体感と音をサウンドがすると思います。でうちのメカニックがテストコースで吉村のエキゾーストでテストしてるときはスーパーバイクなのか250なのかサウンドがわからないって言ってました。ぜひ250も、多分他のメーカーがまだ出してませんからね4気筒のエンジンを、ぜひ乗ってみてください。
私がタイに来てすごく川崎のイベントとしていいなと思ったのは、あの川崎レーシングチャンピオンシップやエンデューロ、川崎のお客さんと一緒にいろんなアクティビティを私たちと同時に楽しみながら遊べること、そしてまあ日本でもいろいろいいイベントありますけど、タイのこのみんなの発想がすごくいいなと、大きなイベントでそのみんなで楽しむで、みんなでファンライドをしたりレースをやったりで、特にもっともっと重要なことは、タイはまだモータースポーツの歴史が浅いですね。なので基本少し街中のアクシデントが多いですね。なのでそこを川崎としてセーフティーライディングスクールやライディングテクニックを学ぶその川崎グッドライディングスクール、こういう活動も私はすごくいいなと思ってます。はい、川崎としてですね、新しいプロジェクトとしてロードバイク、e マウンテンバイクを作っています。これはですね、川崎として本格的に自転車の産業に乗り組むという意味です。まあバイクメーカーと一緒のように私たちは本格的に自転車を作ります。でそれが私たちがね KMT で作っていきますけども、今後世界に向けて自転車産業を広めていこうという考えをしています。なのでタイはですね、もう今先進国になろうとしています。でアメリカ、日本、ヨーロッパはですね、まあ、オーストラリアも含め、だいたいバイク、車で社長はリッチマンは自転車に乗るっていうのがステータスになってきてます。なのでタイでね、川崎の e バイクで、ロードバイクをこう浸透させて新しいビジネスをやりたいなと思ってます。ああそうですね、はい、ファンの皆様に、川崎レーシングチームの応援と、川崎モータースアイランドが発売する新しいニューバイク、そして自転車にもいろいろと話題性があると思いますので、ぜひぜひ皆さん応援してください。でそういう川崎のアクティビティ、いろんなものの興味を持って見てください。私が元レーシングライダーなので、みんなと一緒に楽しくできるようなエンデューロレースだったり KRRC だったり、いろんな楽しいイベントをまたマーケティングで考えてますので、ぜひぜひ参加してください。ありがとう、皆様どうもありがとうございました。コップマークアップ。